どうも、マイケル・ウスイです。皆さん、覚えているでしょうか？見覚えありませんか？ありますね。こちら、前回お車の紹介、中古車の紹介をさせていただいたんですけど、まあ、こちら、トヨタアルファードのグレード S 前期ですね。で、フルアルパインスタイル仕様でご紹介させていただきました。なるほど。ちょっと一回引いてみましょうか。こちらのお車なんですけど、まあ、前回ですね、まあ、あの動画を出しさせていただいて、まあ、めちゃくちゃ反響はあったんですよ。おー、はい、ただやっぱりちょっとご制約にはちょっと至らずというところだったんで、なんかお問い合わせなんかも結構いただいてるっていう、はいはい、そうなんですよ。お問い合わせはあったんですけど、やっぱりちょっと金額が合わなかったりとか、ちょっと条件が合わなかったりがあったんで、はい、お恥ずかしながらちょっと売れずに残ってました。なるほど、はい、まあでも確かに車っていうのは本当にちょっとタイミングっていうのが、まあ、お客様皆様からしても僕らからしても結構あるんですよね。はい。ただなんとですね、まあ、こちらのお車、今回大幅値下げ、イエー！おっと、まあ、車両担当の、まあ、薄井君としては、はい、まあ、ちょっと胃が痛かったというか。そうですね。ただでもやっぱり皆様にこうやっぱ閲覧だったりとか問い合わせが数多くあるんで、上長に、はい、お願いして今回やっとですね許可が下りたんで、撮影の方に至っております。なるほどですね、はい。でまあ、詳しいスペックはですね、こちらの詳しいスペックは前回動画を撮影した時になかなか細かいところまで紹介させていただいてるんで、そちらをチェックしていただければ詳しい内容、細かい内容を紹介してるんで、よかったらそっちをチェックしてください。はい。改めて、まあ、ついてるパーツとか仕様とかっていうおさらいだけでも、はい、よろしくお願いします。まず外装からですね、はい、外装はまずフロントハーフスポイラー、こちらアルパインスタイルの前期用のハーフスポイラーがついております。はい。タイヤホイールからいきましょう。はい。こちらタイヤホイール20インチ、はい、ホイールがバルケン BTC ベーシック、はい、アルパインスタイルエディションがついております。はい。でカラーはブラックダイヤカット、かっこいいですね。はい、かっこいいですよ。ここにサイドが黒なんで締まって見えます。なるほど。天面がシルバーのサイドがブラック、はい、そしてアルパインスタイルリミテッドエディションです。で、タイヤがミッドタイヤの NT555G2、 サイズが2454020がついております。で、足回りはノーマルです。で、次ですね、次がこちらサイドステップ、こちらも、アルパインスタイルのサイドステップです。ついております。リアハウスポイラー、こちらが、こちらも2種類あるんですけど、こちら純正マフラータイプ、ここがマフラーの目口が違います。で、走行距離が4月2日時点で17,477キロ、かなりの低走行です。あとはアルパイン製のドライブレコーダー、2カメラタイプですね。フロントと室内を映すタイプのドライブレコーダーがついてます。そして
カーナビはアルパインビッグ X、EX11V がついております。そして、まあ、ファミリーカーには欠かせないアルパイン製リアビジョンモニター 12.8 型プラズマクラスター付きも搭載してます。はい、まあ、ざっとこんな感じなんですけど、まあ、気になるお値段気になりますよね。気になりますね。それでは発表したいと思います。前回415万円で出させていただいたんですけれども、まあ、今回なんと驚異の47万円引き368万円です。攻めましたね。だいぶ攻めました。もうこの金額で皆さんも誰も買ってくれなかったらもう僕自腹切って買います。ついに、はい、買い替えですかね。ついに買い替えます。はい、あとは全国どこでも納車可能です。どこでも持っていきます。どこでも行けると。どこでも行けます。はい、なんで、まあ、気になる方はですね、まあ、ぜひあのうちに問い合わせ、まあ、コメント何でもいいんでご連絡ください。はい、で、まあ、気になるですねご不明な点とご質問などありましたら全然あのご連絡していただいて構いませんので、ぜひぜひ気になる方はご連絡お願いします。まあ、最後になりますが、こちらの動画を気に入っていただいた方はチャンネル登録そしていいねをお願いします。それではグッバイ。